演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県の代表お菓子、京都府、京都府代表ちりめん山椒味カサードポテトたたき。刺激系のこれもちっとした、これは違うな。京都のちりめん山椒聞いたことあります、ね、食べたことはあんまないです。どんなのか、なのでどんなのか気になります。はい、見た目はただのカサードポテトですが、ではどんな味なのかな。そこまでじゃないかな。むしろ硬さの方が目立ってる、いやちりめんの方が目立ってるか。今までの唐辛子などのポテトチップスと比べると刺激はかなり抑えめで、その分ちりめんの旨味が全面に出ていますね。なので愛媛県のじゃこ天ポテトと似たような感じです。ただこちらもほんのりピリピリ刺激もくるんですが、山椒と聞くともうちょっと刺激が欲しかったかなと思う部分もありましたので、これはこちらのペースとさせていただきます。反対に辛みがちょっとだけど山椒はという方にはいいかもしれません。そんな方いるのかどうかはそもそも疑問ですが、それでは元旦の五条っぱりお年玉、いらないよって言ってるのか、それとも無理して大きな金額を渡そうとしているのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。